ランボルギーニカウンタック、ランボルギーニカウンタック、ランボルギーニカンタッチは、イタリアのランボルギーニが1974年から1990年にかけて製造していた自動車である。カンタッチとは、イタリア北西部ピエモンテ地方の方言で、驚いたを表すカンタクの綴りを一部改変したもの。いわゆるスーパーカーを代表する自動車であり、 同時にスーパーカーといえば、同社を連想する人も多い。1971年に発表された、マルチェロ・ガンディーニによる近未来的なウェイシシェイプを体現たデザインは、文字通り世界中に驚きを与えた。当時は、ランチやストラトスのショーカーなどに似たようなアプローチの車種がいくつか、登場している。デザインテーマは、プロペラのねじれ。 販売車種では珍しく特殊なエアインテーク機構や投で400馬力を超える V 型12気筒 5000cc 前後のモンスターエンジンを搭載するなどコンセプトデザインシステムすべての点において異彩を放ち1970年代後半から1980年代の日本におけるスーパーカーブームの火付け役となったスーパーカーブーム時には 最高速時速3 0 0トルという高招致が話題となりこれが人気の一端を担っていたが実際には当時の LP400 の最高速は時速3 0 0トルまで届いてはおらず最終モデルである25トンイチアニバーサリーでも時速2 9 5トルに止まるまた車体下に気流が入って揚力が発生したり巨大なエアスクープの空気抵抗と導入された気流によって 後輪のトラクションが低くするなど、ボディは空力的に問題が多い。この対策として、LP400 以降のモデルには、エアロパーツやオプションでリアウィングが装備されるようになったが、このリアウィングによるリアのダウンフォースが強く高速、走行時には前輪の接地感が薄れるという欠点もあり、それを補うためのフロントウィングまでも登場するという始末であった。ちなみに、 特徴的なエアスクープとその下にあるルーバーは、別々の空気取り入れ口ではなく、デザイン上の衣装であり、中で一つの大きなボックスになっている。後期型に見られる V 型12気筒48バルブとキャブレターの組み合わせは、市販車における唯一の採用例である。l p 5千0 v の北米向けモデルは、インジェクション、ボッシュ系ジェトロニック搭載人であった。 後期タイプのエンジン排気量アップはエンジン生産ラインの都合によりシリンダーヘッドとブロックの間にスリーブを挟むという強引な手法によるストローク身長で実現されてをディアブロになってようやくボアピッチが拡大されたガルウィングドアの代表的存在として扱われることがあるが正しくないガルーイングドアはルーフにヒンジがあり正面から見て 横開きに上がるもので、カウンタックのドアは前ヒンジで、車体前方に上がるものである。公式には、シザードアの名称が使われている。座席からの後方視界の悪さ、車室の後ろがすぐにエンジンルームになっているミッドップ、なのでまるで見えないから、このドアを髪型に開け、上半身を外に乗り出すように後方を確認しつつ、バックさせる姿を、カウンタック、クンタッシュリバースと呼ぶことがある。 極端に車高が低く5000キューブ以降は、ダウンドラフトタイプのキャブレターを採用したことにより、エンジンフードに突起物が付き後方視界は、非常に劣悪である。ランボルギーニがクライスラーに買収される前、創立25周年記念モデルの開発がスタートした。時に試作車の L150 というモデルが開発された。デザインは、ジュリオ・アルフィエーリで、 ベースとなったのは1986年式、クアトロバルボーレのインジェクション仕様であったが、クライスラーの移行で廃案になり、現存は1台のみであり、現在日本にある。販売期間が16年という長期に及んだため、ランボルギーニ市場がヤルドに次いで、生産台数が多く、約45年が経った現在でも、世界的な評価は高い。最初期のモデルであっても、中古市場で、 1> 約1500から2000万円もの価格がつくという。カウンタックは、三浦を凌駕する次世代のミッドシップ、スーパースポーツカーとして、エンジニアのパオロスタンツァーニを中心に開発された。三浦は、横置きミッドシップの V 型12気筒エンジンを導入して、大成功を収めたが、極端に後寄りの重量配分に禁する、高速走行時の不安定性、複雑なトランスミッション系に禁する、 シフトフィーの悪さなど、横置きエンジン固有の欠点が課題として残された。とはいえ巨大な V12 エンジンを縦置きにすると、理想的な重量配分は得られるものの、ホイールベースが長くなるために旋回性能が低下してしまう。スタンツァーにはこの問題を解決すべく、通常とは前後を反転しエンジンの前方にギアボックスを、 奥という配置を採用した手置きエンジンであるにも、かかわらず未来よりさらに短い 2450mm というホイールベースを確保するとともに、コクピット下にギアボックスがあるためワイヤーを介さず、ギアボックスに直接シフトレバーを取り付けることが可能となり良好なシフトフィーも実現した。エンジンから前方のギアボックスに駆動力が伝達され、さらに、 そこから折り返されたシャフトはオイルサンプを貫通し、後輪のデファレンシャルギアに伝達される。車体は、セミモノコック、サスペンションは前後ともダブルイッシュボーン式とした。これに、マルチェロガンディ2のデザインによるボディを組み合わせ、カウンタック LP500 は誕生した。LP は、ミッドシップ縦置き、ロンジェテュデネルパスティリリー、500は10倍にして、排気量、CC を示す。 初登場は1971年のジュネーブ署で革新的なデザインは大反響を呼んだ。しかしながらエンジンの冷却効率が悪くオーバーヒートが頻発し量産には至らなかった。ランボルギーニが経営危機に陥ったこともあって改良は難航した。LP500 には市販車につながる形状の仮設やインテークやダクトが設けられ、 走行テストが繰り返された。最終的にクラッシュテストに使用された後に廃棄され、この車両は現存しない。LP500 と市販の LP400 の間には別のプロトタイプが存在し、緑色に塗られた一台はランボルギーニ博物館に展示されいる。市販モデルの LP400 が登場したのは3年後の1974年である。 オーバーヒート対策のためボディに多数のエアインテーク、アウトレットが設けられた。エンジンはより扱いやすく見裏で、実績も積んでいた 3929cc エンジンに換装された。また、車体構造はテストドライブの際に合成不足と判断されたため、セミモノコックから丸交換を溶接して組み上げたバードケージ、鳥かごフレームにアルミボディを乗せるデザインに変更され、 合成工場と軽量化を同時に果たしている。マルチェロガンディ2のオリジナルデザインに一番近い生産型である LP400 は、わずか150台しか生産されなかった。なお、実際の車両重量については、カタログ記載より約 500kg 程度も1.6トンであり、エンジン出力についても実際は 330A 馬力程度と思われる。これらの数値は、 実際の各種テストデータ、0から400メートル13秒台後半、最高速度時速260キロメートルなどから、考えても辻妻の合う内容であ。る。LP400 のスペシャルモデルとして有名なのが、わずか3台のみが製作された、ウォルターウルフカウンタックである、スーパーカーブーム当時の日本では、LP500S と呼ばれた。カナダの石油王で、 カ一チームのオーナーでもあったウォルター・ウルフは熱狂的なランボルギーニマニアであり、ランボルギーニの経営に乗り出そうと計画したほどであった。そんなウルフの耳にカウンタックがついに発売されるという話が入るのにはそう時間はかからなかった。ウルフはすぐさまオーダーし、LP400 の量産3号車を1974年に手に入れることができた。しかし、ウルフは この新型車の仕上がりに不満を持っており、間もなくウルフの指導のもと、大型リアウィング、オーバーフェンダー、コンセプトカーのブラーボから譲り受けた、ホイール、ピレリ P7 の長編平タイヤなども装着された赤の1号車が製作され、1975年に出荷された。この1号車には、排気量がプロトタイプより1リッター縮小されたエンジンが搭載されていたが、 その性能に不満を持ったウルフは特別に手を加えたエンジンを搭載しサスペンションの改良を受けたカウンタックをランボルギーニに製作依頼した。こうして青の2号車が製作され1976年に出荷された。その後このエンジンはさらなるチューンを施された上でネイビーブルーの3号車に換装され1978年に出荷された。 この3号車はエンジンの乾燥のみならず、ダラーラの指揮のもとで、フレームやブレーキ、クラッチが強化されたいわば、究極のウルフカウンタックとなった。なお、2号車には代わりに、通常の LP400 のエンジンが搭載された。これらの3台は、通称、ウルフカウンタック、スーパーカーブーム当時の日本では、LP500S と呼ばれ、 特にエンジンの乾燥やダラーラが各所に大幅に手を加えたい季殺が詳しく語られることなかった上にウルフが手放した後に入手した日本人オーナーが一般に公開することを拒んだ3号車はその存在自体が確認されない幻の存在として語られることとなるちなみにオーバーフェンダーやリアウィング等は後の LP400S、500S 五千クアトロバルボーレにて正式採用されている。各社の現在の状況だが、一号車はブームが過ぎ去って、以降も日本に泊まり、ソエル金労の劇中車として使用されたり、僧侶、タレントの織田武道が所有していたことで知られている。二号車は、ドアミラーが変更されて、ドイツのロッソビアンコミュージアムにて展示されていた。2016年5月、イタリアで開催された、 コンコース D エリガンザ、ビラゲステ2016にて、ランボルギーニの元テストドライバーである、バレンティーノ・バルボーニ氏の運転で会場に登場し、現存していることが確認できる。3号車は、新たな、日本人オーナーの手に渡り2014年に、完全なレストアを受けた。なおレストアを受ける前後にオーナー自らがウルフと、ダラーラと会い、 3号車の開発の行きさつとエンジン乾燥についの確認を受け、さらにその内容がジョン・ローックやベストカー、カーグラフィックなどに掲載されたことで、幻の存在から脱却することになった。スーパーカーブーム当時、ウルフ・カウンタックと双壁をなす人気モデルとして、通称 LP500R、カウンタック SS、または GT と呼ばれるカスタムモデルがある。 ブラックボディにホワイトのウェーブラインが特徴的なワンオフモデルで外観はウルフカウンタックに似ているがリアウィング形状が異なりエンジンもノーマルである。イオタイス VR 同様にミステリアスな個体であるがロッソシにて当時ファクトリーでテスト中のスクープ写真が発見されている。タミヤ製 RC ブラックカウンタック LP500S のモデルである。なお、 LP500R も日本で胴体保存されており、イベントなどでその姿を見ることができる。1978年には、ウォルターウルフカウンタックを元にした改良型の LP400S が登場し、237台が生産された。1982年には 4754CC の市販車種である LP500S が登場し323台が、 生産された。V12 エンジンの2バルブ、キャブレーターはサイドドラフトで、ボディと内装は LP400S シリーズ3を引き継ぎエンブレムは 5000S となっている。北米仕様は K ジェトロニックのインジェクション。1985年にはフェラーリテスタロッサに対抗すべく、V12 エンジンを4バルブ化、キャブレーターをサイドドラフトから、 ダウンドラフトに変更すると同時に排気量を 5167cc まで拡大し、テスタロッサを75馬力上回る最高出力455馬力をマークした5000クアトロバルボーレ、5000QV が登場し632台が生産された。このエンジンは改良が施されて LM-002 にも搭載されている。通称、アニバーサリー1988年、 ランボルギー2創立25周年記念モデルとして25トエイチアニバーサリーを発売。スタイリングを担当したのは、後にパガーニアウトモビリ車を創業することになるコラチオパガーニデッた。リアバンパーが装着され、細部の形状が変更され、LP400S からオプションであったリアウィングはなくなった。本モデルがカウンタックの最終モデルとなり、1990年に 生産を終了。カウンタックの各モデルの中で最多となる657台を生産した。最後にラインオフしたカウンタックは当初デザイナーのマルチェロ・ガンディーニに寄贈される予定であったが、ガンディーニは自らの過去の作品には興味がないという理由によってレを辞退した。このシルバーの車両、シ,ャシーナンバー、ザ・ QC-005A ウクラ12085は、 ランボルギーニミュージアムが所蔵することになった。1980年から1983年にかけてカウンタックはフォーミュラ1のモナコグランプリにおけるセーフティーカーとして採用された。1983年にはジャッキー・イクスが LP500S の車両を運転、先導し、1985年イギリスの輸入業者によって制作されたグループ C の ベース用車両。5 0 0 0ブ v をベースとして5 7リットルエンジンを搭載するが外観に面影はない。1994年、テライエンジニアリングが25トン H アニバーサリーを改造して全日本 GT 選手権に参戦した。全5戦に参戦し、2回完走した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。